パーチー、パーチーは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、町長王の総称を意味するスペイン語名にちなむ。パーチーは1943年4月9日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。7月24日に、ベテラッセル、連邦判事、前海軍法務部長の娘によって、命名、浸水し、 11月20日に、艦長ローソン P ラメージ中佐、アナポリス1931年組の指揮下、収益する。1944年3月29日、パーチーは最初の紹介でティノサ、バングとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。ミッドウェイ島で補給の後、3隻は4月16日に台湾南方の航路隊に到着した。 4月29日、バングが80キロ先に、多摩17戦団を探知し、ウルフパックでこの戦団に向かっていった。バングが2日にわたって、竹川丸、川崎汽船、1930トンと、日田津丸、日産汽船、2859トンを撃沈し、パーチーもこの戦団のうちの1隻を撃沈したと判断された。5月3日朝、ティノサが7隻の輸送戦団。 ニレ林から九州に向かうてレイヨン戦団を発見、報告を行い、パーチーとバングはこれを迎え撃つため、ティノサと共に全速力で北方へ向かった。翌5月4日、ティノサが法日丸大道海運6436トンを撃沈したのを手始めにパーチー、バングも戦団に対して来撃を行い、パーチーは戦闘の間に三発、 二席目に二発の命中弾を、与えこれらを撃沈。三席目には千尾に二発を命中させ、艦は左辺に傾いたと思われた。パーチーは一連の攻撃で二時三十九分に、太陽丸大阪商船、五千二百四十四トン王の地点で、三時五十四分に、まさたつまる、大連気船、百七十五トン王の地点で、それぞれ撃沈した。他に、ティノサが、 法日丸と、大竹丸、大阪商船、六千四百四十トン、番具も、金霊岸、東亜海五千九百四十九トンを撃沈しており、その総トン数は三万五百四十二トンで二れ、林丸、打歩船、六千二十二トンを逃した以外は干渉だった。その後は、石垣島の軍事施設を偵察、写真撮影を行った。月日、 パーチーは56日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月17日、パーチーは2回目の紹介で、ハンマーヘッド、スティールヘッドとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。1週間後にの地点で、特設艦指定を砲撃により撃沈。7月4日には、日本海軍の巡洋艦及び駆逐艦を発見したが、 官報、爆雷による反撃を受けた。7月29日、パーチーは、バタン諸島海域で南下する、21戦団を発見し、スティールヘッドと共に追跡。31日を迎えてから、ルソン島北部沿岸で攻撃を開始した。3時30分、パーチーは、タンカー公営丸、日東汽船、1238トンに魚雷を3本、命中させて撃沈。 別のタンカー第一ラマ丸、日本輸送船、7270トンにも打撃を与えた。この時、ラメージは、浮上を命じて、水上船で船団を引っかき回そうとした。浮上した、パーチーは、船団の一石に体当たりされそうになったが、それでもスティールヘッドと共に、吉野丸、日本優船、8990トンに魚雷を命中させ、 吉野丸は7分で沈没した。スティールヘッドは、これとは別に不相丸、大阪商船、8196トンを撃沈し、ダカ丸、日本優船、7169トンに損傷を与えていた。パーチーは夜明けに新たな目標を発見し、5時14分に万光丸、日本優船、4471トンを撃沈した。パーチーは8月1日に、 サイパン島に寄港し5日に出港。8月16日、パーチーは59日間の行動を終えて、真珠湾に寄港した。一連の戦闘行為が評価され、パーチーに宿運部大将が、ラメージに名誉勲章がそれぞれ授けられた。9月10日、パーチーは3回目の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。9月22日にサイパン島に寄港し、 サンベルナルジの海峡沖のショー区に到着。ルソン海峡に戻った後、10月25日から27日まで、サイパン島で整備を行い、セールフィッシュ、ポンフレットとウルフバックを構成し、紹介に戻った。しかし、この紹介では戦果を上げることはできなかった。12月2日、パーチーは77日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、 ウッドロー・ W ・マクローリー、アナポリス1938年組に変わった。12月30日、パーチーは4回目の紹介で、南西諸島方面に向かった。1945年1月19日夕刻、パーチーは、なぜ港内にいるタンカーと貨物船を発見。この2隻は、1943年9月20日に、台風により座礁して放棄されていた第197。 先団の捕鯨母船局用丸、局用七千17,549トンと、可客船単語丸、日本優先、6,893トンであった。パーチーは局用丸に対して、艦首発射管から魚雷を6本発射し、一つの命中音が聞こえた。続いて、艦尾発射管から単語丸に向けて、魚雷を4本発射し、こちらも一つの命中音が聞こえた。 2月7日、パーチーはの地点で沖の山丸、大月船、984トンを撃沈した。2月16日に、ミッドウェイ島に帰港。2月20日、パーチーは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月19日、パーチーは5回目の紹介で、日本近海に向かった。この頃になると、日本の感染は、 絶え間ない空襲と潜水艦からの攻撃などにより、航行しているところを見つけることが難しくなっていた。それでも、4月9日にの岩手県大船東沖で、第3号総海底を撃沈。翌4月10日には特設総海底東号丸、金森商船、362トンを撃沈した。翌日にも小目標に向けて来撃し、4月12日にも特設総海底第1。 ミサゴマル、日本海洋漁業、265トンと特設艦指定、第二交渉マル、山下聖太、133トンを、浮上砲船で撃沈した。この時、2機の日本の紹介機を発見し、パーチーは感情に弾薬を残したまま急速潜航。しばらくすると思い爆発が、パーチーを揺るがしたが、特に損害はなかった。 4月22日にも3隻の小型タンカーを発見。2番目のに対して魚雷を3本発射し、観測すると目標の船尾は猛うたる煙に包まれていた。4月30日、パーチーは42日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。5月25日、パーチーは6回目の紹介で日本近海に向かった。パーチーは6月18日まで。 日本を空襲する航空機に対する救助配置任務についた。しかし、期間中は一度たりとも救助活動はなかった。任務終了後は津軽海峡近海に紹介海,海域を移した。6月21日、パーチーは知り崎い東大沖で砲艦を発見。観測を続けると、砲艦は貨物船と会合して向かってきた。パーチーは貨物船を目標にして、 魚雷を4本発射し、魚雷は、非前丸、北海船舶、947トンに命中し、撃沈した。翌日午後には、地球岬先沖でフラットな小型船と一緒にいる3隻の、規範船を発見し、そのうちの2隻を破壊。6月23日にも、数隻のトロール船を撃沈した。6月26日、パーチーはの岩手県大川崎沖で、特務艦装や、 英冠丸、日本優先、千九百三トン及びカミツマル、大阪商船、二千2721トンの三隻で構成された千六百二十四船団を発見。パーチーの来撃は、カミツマルを更沈させ、英冠丸は損傷して大川正樹に座礁し、後に放棄された。パーチーは、震度九十メートルに潜んでいたが、僧野及び護衛の解剖監視坂の十六発の、 爆雷攻撃により、浸水、監視を下にして、限度を超える165メートルにまで沈んだ。ジャイロコンパスが故障し電動機も水をかぶったが、これ以上の被害は受けなかった。その後は、第38任務部隊、ジョン・エス・マケインシニア中将の支援に従事し、7月17日に3名を救助した後、セロと会合した。7月23日に、ミッドウェイ島に帰港。 7月28日、パーチーは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。パーチーは、第二次世界大戦での太平洋潜水艦部隊の中でも最も功績を挙げた艦の一つとして、6度の紹介の功績により5個の従軍聖章及び2個の主君部隊章を受章した。パーチーは、戦後もその活動を続け、 1946年にビキニ干渉で行われた核実験クロスロード作戦では標的艦の任務を命じられた。空中爆発のアブル及び水中爆発のベーカー、両実験を生き残り、損傷はほとんどなかった。核実験の汚染除去作業後、パーチーはメアアイランド海軍造船所に向かった。1946年12月10日に退役し、 1947年3月にカリフォルニア州アラメダのモスボール艦隊に河。1962年12月1日にギースマイナス384実験潜水艦に艦種変更され、オークランドで海軍予備役兵訓練潜水艦及び海洋調査艦として指定された。パーチーは1969年11月8日に除籍され、 1970年6月18日に売却された。パーチーの司令塔、環境構造物、漢方はハワイの真珠湾海軍潜水艦基地で保管されている。パーチーの司令塔にある潜望鏡は複製品だが、司令塔の傍らに設置されている。潜望鏡からは、博物艦船として保存されている防品を見ることができる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。